皆さこんんこにちはインンターン生の岩本直樹と言いますグローバル化が進んでいく中日本語だけではなく英語力も必要となってきていますしかし多くの人々がどのようにして英語力を上げればいいのか分からず途方に暮れていますそこで今回私は英語力を鍛え上げるための3つの方法を提供したいと思いますその1「洋画を字幕で見よう」 この方法は一番簡単で誰もが英会話力を鍛え上げることができます字幕版で見るといちいち文字を読まなくてはならないので嫌いという人も中にはいるかもしれませんしかし字幕版で見れば自然と英,英会話のが耳に入ってくるので自然とリスニング力を鍛え上げることができますですのでもし映画を見る場合是非とも字幕版で見てみてください もしかしたら字幕と俳優さんのセリフが中には違う場合があるかもしれません。その2、j p o p を英語で聴いてみよう。実は日本の名曲が海外の方たちによって多数英語版でカバーされているのをご存知でしょうかメジャーなアイドルの曲からマニアックなアニソンまで多数の曲がカバーされています。特に私がおすすめするのは、 VTuber のクレア先生という方が歌っているグレンゲです日本語と英語の歌詞が同時に出されてくるのでどんな感じに英訳されているのかがすぐにわかります英語版の j p o p を聴けばリスニング力を鍛え上げるのと同時にもしその歌を同時に歌えば英会話力のプロナンセーションや発音などを鍛え上げることができます ぜひ皆さんもお気に入りの歌の英語カバーを見つけてみてください。その3、外国人との英会話。私が知る中で、この方法が一番英会話力を鍛え上げることができます。この方法を行うと、英語で言葉のキャッチボールを行い、自然な英会話力を,力を鍛え上げることができます。また、最近ではネットの普及が 高くなってきているのでオンライン英会話を行う機会も多くなってきていますですので直接英会話教室に行わなくてもじ気軽に英会話力を鍛え上げることができますもし本当に英会話力を上げたい人はぜひともこれをこの方法を行ってみてくださいきっとあなたのうちの英会話力は上がること間違いなしです本日の説明は以上ですご視聴ありがとうございました 次回は特別公開、留学生活の生活成功方法です。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。バイバーイ。